さんこんにちは。料理研究家野口真紀です。今日はストーブで一肉一菜、この本の中から鶏胸とカリフラワーのクリーム煮を作っていきます。皆さんお楽しみにしててください。それでは鶏肉から切っていきます。まずですね、この鶏胸肉なんですけれども、ちょっと今日は皮が余分なので取っていきますね。そして、鶏胸肉を、まずちょっと縦に半分に切っていきますね。そして、だいたい 3-4cm ぐらいのそぎ切り、少しこう斜めに包丁を入れていきます。こうするとね、とても柔らかくお肉が食べられますので、ぜひねこうやって斜めにそぎ切りにしてみてください。ここに塩コショウをしていきますね。で、今日もフランスのゲランドのお塩を使っていきます。できればですけども、ミルでこうやってカリカリやっていただくと香りよく仕上がりますね。そして、今日小麦粉ですね。小麦粉をちょっともう薄めにね、ポンポンポンとつけて、小麦粉をね今回つけることでスープがとろみがつきますので、はい、これで下処理完成です。それではオリーブオイルを入れていきます。そして加熱をしていきますね。はい、それではお肉を入れていきます。今日はクリーム煮なので、あまりしっかり色をつけないで、このぐらいの焼き色にしていただくと綺麗なホワイトシチューができます。鶏肉両面軽く焼きました。このぐらいになりましたら玉ねぎを入れてください。玉ねぎはね薄切りにしてください。でこの時点でも焦げ目はついてないので、このぐらい薄い感じで炒めていってください。しっとりね、しんなりとしてきました。このぐらいになりましたらカリフラワーをね入れていきます。ぜひね今日1個分たっぷり入ります。ほんとねお野菜がたくさん食べれますのでね、とてもいいお料理ですね。これは香り付けにローリエを入れていきます。普通はブイヨンとか入れたくなるんですけども、もうお水で大丈夫です。たった2分の1のカップのお水で蒸し焼きにしていくんですけども、弱火で加熱していきます。カリフラワーがクタクタになるまで見てください。はい、それではどうなってるでしょうか、ね、すごいカリフラワーがくったくたになってすごく美味しそうです。はい、もうここからはどんどん仕上げていきますね。牛乳を入れていきます。そして今日はちょっとリッチなんですけども、生クリームを入れてまたコクを出していきますね。はい、今ねクツクツとしてきましたので、バターを入れていきますね。バターを入れるとよりちょっとコクが出るので美味しくなります。カリカリガリと入れて、はい、もうとってもいい感じのとろみがつきましたので、塩コショウで最後味を整えていただいて完成になります。